どうも、レギュレです。今日はね、昨日公開された、やりすぎ都市伝説を、まあ、ちょっとね、考察していきましょう。まだね、細かく考察し、細かいね、考察はまた後日出していくと思います。まあ、とりあえずね、先ほど見まして、まあ、思ったことだけをちょっとね、話していきたいと思います。私のルシファー・ディゲルの、ネットショップが、今日明日、3周年で、イベントやってますんで、まあ、23、24ね、3月23日、3月24日、全品 30% オフで、イベントやってますんで、どうぞ見に来てください。でね、新しいディゲルカードがね、こういう風にできました。2024。竜神カードです。ね。こんな感じ。もうね、全部竜神にしちゃう。この3つはね、たまたま、ちょっと可愛いやつを。他はね、結構ね、いかついやつとかなんでね。お守りとかに。で、この竜神カードはね、もちろんこれ、今年もそうなんですけど、来年も使えますね。来年も蛇の年。これ、竜蛇。同じですよ、今年も来年も同じ神様です、まあこの先ずっと竜神なんけどねじゃあそんなことで、今日はねまだほんとさっき見たばっかしてね、まあ思ったことを、まあ、話したいと思います。それではお願いします。で、まずね、この、ジェイコブロスチャイルド。まあ、ジェイコブロスチャイルドが亡くなった意味ってね、26日で足して18。この18っていうのにすごく意味があるよってね、発表されましたよって。いつ亡くなったかわかんないよってね、これは確かに、そう思います。この発表が、2月26日かな、だと思います。で、発表されたんだと思います。死んだ日じゃないかなと思う。そこに18っていうキーワードを読み取るよ、ってね。で、まあ、そう考えんだったら、例えばね、キッシンジャーとかね、キッシンジャーも亡くなったわけでしょ。じゃあ、キッシンジャーだって18でいいじゃんね。なんでそうしなかったのか。いや、俺が言うとね、なんかね、もう本当に否定に聞こえるんだよ。でも否定じゃないんだ。俺は関明夫が大好きや。やりすぎそう、都市伝説が大好きや。だから見てるの。ね。見てて、こうやって考察してるんだよ。なんか否定っぽいよね。まあ、そうだって、もしね、ただ思ったことを話してるわけで。ただね、ジェイコブがね、18、足して18で亡くなった。じゃあ、キッシンジャーだってそう知ればいいじゃんって思っただけです。だから、そこまで俺は信憑性っていうのはどうなのかなと思って、まあ、その、何をキーワードにしてるか正直に俺にはわからない。でもそんなに意味はないんじゃないかなと思う。例えばこういうキーワードでね、最も信憑性が高いっていうのはね、例えば46分の事件。まあ、簡単に話すとね、阪神大震災、5時46分、9.11 で飛行機が突っ込んだ時間が8時46分。3.11、14時46分。こういう風にね、46分に関しての事件がね、まあ多い。でもこれは過去のことですね。最近ではなかなかない。昔は本当に多かった。あとね、多分戦争のやつとかもそうだけど、こういう方がね、もっと何か意味があるんだろうなとは思う。46分は意図的なのか、そうではないのか。でね。まあ、こういう、こっちの方があれかなと思う。で、あとその、まあ、今度、宇宙人も、宇宙人のミイラを、とされるものをね、まあ、見てきて、まあ、これもね、ブログ、ノートの方に書いたんですけど、最初ね、政府が、
これは偽物だよって言った時はね、もうみんな分かってたと思うけど、いや、これはあのミイラじゃないよねって言って、うん。それをもう分かってたよね。みんな分かってたな。俺のノートに書いたもん。果たしてこれは同じミイラなのか。だからその話をしてたのね。うん。だからそれはすごく分かる。うん、分かるし、そう思う。同じミイラを言ってるんじゃないんだろうなって。で、次に、ペルーのマリアだっけ、あの、三本指のマリア。うん。じゃあ、これがどうかっていう話ですよね、今回はね。うん。で、まず最初に、まあ、俺は宇宙人の未来で会ってほしいし、昨日の回は楽しかった、俺は。やっぱ、ああいう都市伝説っていうのはすごく楽しい。うん。だから、まず最初に言わせてほしいのは、昨日のやりすぎ都市伝説は楽しかった。うん。で、踏まえた上で、最初ね、このミイラーね、世界で初めてやりすぎのカメラが入ったんだよ。こういう報道番組が入ったんだよ。やりすぎが初だぞ。ね、YouTube ライブで言ってましたから。まあ、でも、最初に入ったテレビっていうのは、今から、2016年。だから、4、5、6年前か。6年前に、三本指のマリアっていうのは、まあ、テレビに出てるんだな。ちゃんと報道されてるんですよ。で、報道されて、そのミイラが調べられて、検査結果も出てるんです。うん、だから、それをなぜ、やりすぎのカメラが初なんだぞと言った意味がわからない。うん、それか、その、三本指のマリアは、もともと取材されてた。でも、三本指のマリアを囲んでいた、なんだっけ、セバスチャン、サンティアゴ、うん、のミイラに関しては初めてなんだぞっていう意味なのかな。うん。その意味合いがよくわからないけど、まあ確かにね、今軽く調べただけでね、三本指のマリアっていうのはいっぱい動画も出てきます。うん。でもこのセバスチャンとかはね、出てこないから、そのことを言ってるのかな。うん。で、じゃあ、これは何なのか、宇宙人の未来な、ミイラなのかっていうのは、まあ、これね、個人的に感じたの。うん、このリゲルが個人的に感じたことで別に何の確証もないよ、うん。科学的根拠もないし何の確証もないけど、あれを見て思ったのが、まあ、もしかしたら怠け者なのかなと思った。怠け者のミイラ、うん、なんか三本指の感じがそうなんだよね。あれ指じゃなくて爪、うん、で、よくカメラのアングルをこうやって変わってね、指を見ると、なんかね、こうやって指がでしょ?このままこうやっての指が伸びてんじゃなくて、こっから細くなって伸びてるんだよ。だから、こうやって短いとこから細くなって伸びてる。だから、見た目は完璧に爪だと思う。だからそれをね、指って言ってるけど、見た目は、爪だと思う。それを見て、あれこれ怠け者なのかなって。で、怠け者の画像とかミイラを見たら確かにね。うん。まあ似てるっちゃ似てる。うん、まあ頭蓋骨の部分は違うけどね。うん。で、それはリゲルが感じたこと。で、その2016年、今から16年前に、テレビカメラが入りまして、いろいろ CT スキャンとか、レントゲンとか、DNA 分析をしたそうなんです。うん、三本指のマリアをね。うん、その時の、結果が、霊長類、うん。霊長類であると。まあ、それがね、何パーセントかだと思った。何パーセントか霊長類で何パーセントかがわからない。まあ、霊長類だと怠け者は外れてんだよね。うん、怠け者は、
なんとか哺乳類だと思った。霊長類じゃなかったと。うん、でも、その霊長類の線も、俺はすごく納得できる。うん、だから、その、宇宙人か、宇宙人でないかっていう話をされたら、今のところね、今のところの見解は、宇宙人じゃないと感じます。思います。うん、じゃああれは何なんだよって言うと、まあ、人類なんだろうね。うん、その、なんて言うんだろう、ホモサピエンスではない人類。前もちょっとね、お話したんだけど、まあ、レプティリアンってね、爬虫類が進化して人間みたいになったのがレプティリアンの。それはあると思う、俺は。全然否定する根拠もないと思うんだけどね。まあ、そういう感じで、例えば、ネアンデールタール人が、進化をしましたとかね。デニソワ人が進化しましたとか。なんかそういう関係で、ホモサピエンスではないものが進化した生き物がいたんじゃないかなって思う。だから宇宙なのかつては違うとも、この地球の生命体なんじゃないかなと思うけどね。まあそう考えればね、三本指の、要は霊長類っているからね。で、それを考えれば、その人たちが進化をしたっていうのは、別に、不思議ではないと思うんだからね。それで、例えばね、ホモサピエンスだったら言葉を覚えたでしょ。だからもしかしたらね、他の種族、人類の種族だったら言葉ができなかったと思う。そしたらね、まあ、テレパシーでお話しするとか、そういうのはできたんじゃないかなと思う。じゃあ言葉を喋れなかったとね。まあ耳もね、なんか耳の機能がなかったと。でも耳の機能がないのに耳に穴が開いてる必要はあるのかなとかさ。まあでも、あのミイラがね、もし本物だとするならば、その人類ではない人類、うん、ホモサピエンス以外の種族のミイラなんじゃないかなって思う。まあそれでもね、やっぱね、キリスト教からすれば厳しいと思いますよ。存在するのはね、まじいなっていう部分もあると思います。日本のカッパもそうだけどね、日本のカッパのミイラも、まあ最近答えが出てね、違ったって言ってさ、うん、まあそんなもんかな。あとなんかあったっけ。なんかね、ババッと見ただけですね。まあ、もう一回ね、あと何回か繰り返してみて、いろいろ、あれしますんで。まあ、今、わかる範囲ではこんだけかな。うん、まんも考察にはなってないけど、今の段階だと宇宙人じゃないなっていうのは感じます。うん、で、重要なキーワードはマリア。だからもしかしたらこのマリアっていうのを解読していきたくて、いろいろ見せてるのかなっていうのは、感じます。なぜかというと2026年、サグラダ・ファミリアが完成します。俺はもう必ず見に行くと思う。スペインに必ず見に行くけど、サグラダ・ファミリアの秘密は俺はマリアだと思う。うん、マリアを徹底的にまあ、こう双眼鏡を持ってってね、見てみたいと思いますよ。何かヒントがあるんじゃないかなと。リギルは勝手にサグラダ・ファミリアの秘密はマリアだと。で、あれが2026年。まあね、そこからいろいろ歴史が動くのかなっても感じます。うん、今のところはこんな感じ。今日と明日、リゲルの、まあ、オリオンショップも分かりやすくね、オリオンショップがね、あの 30% 引きでセールやってますんで、どうぞ買ってください、うん、皆さんが買ってくれると、リゲルの、リゲルがご飯を食べれます。皆さんがちょっと優しく、よし、買ってあげようって言って買ってくれたら、その優しさがリゲルのご飯になります。ぜひとも、ぜひとも、よろしくお願いいたします。で、今日はこんな感じでね、終わりたいと思います。くだらねえとつぶやいて、冷めた面して歩く。こんな感じで。もう新しく変わったんでね、もう本当によろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お腹減った。